皆さんこんにちは。ギターはおしゃべりです。篠原雅史がお相手します。さて、今日のテーマはピアノからギターへ。といってもピアニストがギタリストに転向したとかそういう話ではないんですよ。器楽曲にはその楽器のために書かれたオリジナルというのがたくさんあります。もちろんギターにもそういった作品が昔からたくさんあるんですが、クラシック音楽の世界から一時ギターが姿を消します。そして再び近年になって天才アンドレス・セゴビアがいろいろな作曲家にギターの曲を書いてくださいとお願いして、たくさんオリジナル曲が生まれました。これは今でもよく弾かれている大変な財産です。ところが、もうすでにいなくなっちゃった作曲家にも書いてほしかったな、なんていう時、その作曲家が残した別な楽器のために書かれた曲をギターにアレンジしてよく弾かれます。その中でもピアノのために書かれた作品というのがギター独奏に編曲しやすく、そしてたくさんアレンジされています。今日聴いていただくのは、スペインの代表的な作曲家、イサック・アルベイスの書いたピアノ曲、アストゥリアス。レイエンダとも呼ばれていますね。皆さんもいろいろな方の演奏を聴かれていると思います。これをギターにアレンジしたものを、篠原の演奏で聴いていただきます。演奏は、私のデビュー40周年の時のリサイタルからです。そんなに今と姿変わらないかもしれませんが、はい、ではどうぞ。
いかがでしたか？ライブ感満載でしたね。さて、次回は2月26日の放送になります。一週間おきっていうのもなんとなく間が空いちゃう感じで寂しい感じもしますが、ね、このペースでお楽しみください。では、再来週またお会いしましょう。さようなら。